I saw a couple fights from him, and I saw good wrestling. I saw he have good endurance. So he's a tough guy. I think the fight is gonna be so good. And I hope everybody coming to see that show. 結構緊張したんですけど、だいぶ落ち着いてます。作戦は特にないんですけども、とりあえず寝技はあまり付き合わない。で、そうですね。とりあえずタックルは全部切る。そうですね。とりあえずタックルを全部切れば寝技にならないんで、全部切ろうという気持ちがあります。多分見てる人はシャオリン有利で勝てないだろうと思ってる人は多いと思うんですけども、そこをちょっと一発、僕に巡ってきた最初で最後のビッグチャンスなんで、思いっきり暴れたいと思います。第6試合はウェルター級の3回戦です。世界ウェルター級チャンピオンのビトー・シャオリン・ヒベイロが石田光弘の挑戦を受けます。おっと飛び込んだ石田らしいですね、この戦いというのは石田にとって大きなチャンスになりましたね。そうですね、やっぱり石田の、本当に持ってる強さですね、が出ると思うんですよ。まだまだもっと持ってるものがあると思うんで、それが出ると思うんですね今回の試合で。常々このシャオリンとはタイトルチャンピオンシップをやるのは川尻達也が常に自分の名前を出していくんですが、今回はセコンドで見守ります。片足に入っていった、倒れないんですよ ね、 ここでただ自分が不利な形では本当倒れないですよね。腰をつけますが行ってますからね。ここからノバの動きとしてアームロック取りながらそのバックに入れるんですよね。このこれですね、バックですね。これはない動きですよね。他にはそして腕を取って、危ないぞ石田、腕十字。石田やっぱりレスリングベースがしっかりしてる選手なんで、ここまでひっくり返されるっていうのはよっぽどのその、そうですよね、コントロールですよね。視点がちゃんとしてるからですね。腕のまだ危ない、まだ危ない。うわちょっとね、このアームロックもこれ体の外側に拳が出るとかなり危険な状態です。石田体は抑えられてないんで、どうなんですかね、この右足と左足で体を抑えてる、そのうちマウントです。マウントを取りながら、ストレートアンバー、もう本当これは肘、セコンドの川尻が仕掛けられるのと同じ攻撃ですね。ちょっと角度はどうですか、石田がこらえる。シャオリンがもう決めに来ている。1ラウンドかなりいいところで決めてると思いますよ。さあシャオリンはでもこれ無理はしてないですよね。これ下が苦しいか、横につけばもうちょっと体と対角線になって決まりやすいと思うんですけども、多分マウントに取ったまんまで痛いんだと思うんですよ ね、 ね、戻しましたね。ちょっと下戻しました。腕に角度が戻りました。今測ってます、一気に持っていくかどうか測ってますね。そう、本来だったら本当逆サイドに出てアームロックですよね。ただこれやっぱりシャオリンもブラジル人で手足が長いのか、これ日本人なかなかここまでマウンドからああいう形にならないと思うんですけど ね、 ね。さあ次の展開をどう進めていこうというのか、ビトー・シャオリン・ヒベイロ、石田が苦し紛れに後ろを向いてしまった。後頭部パンチで狙います。こういうのしっかりついてこれますよ ね、 そうですね。あっと上に乗ってるんで落ちません、バランス悪くはさせてると思うんですけれども、石田が石田自分の頭を落ちましたね。今落としていこうという石田ですが、シャオリンの頭を落とそうというところ、ちょっとどうなんですかね、頭突きに近いような感じもするんですけど、一つは石田の体力だからできる、そうですね、飛べないですよね、そこで。さあシャオリンが石田のバックを制します。しようとしてますね。しっかり自分の安定した体勢に持っていきますね。体勢で崩れません。今度はコーナーに当てていきました。石田ニュートラルコーナー、そこへシャオリンをぶつけていきましたが動じません。さあまたじわりじわりと下の攻めるポイントを見抜いていきます。シャーリン、なんか涼しい顔なんですよね。すごい冷静ですね。もう今の左手でちょっと左の眉のあたりをこう擦るのが癖なんですけれども、100点取って当たり前ですよっていう顔ですよね。また優等生の顔が出てきました。また石田が落とすが、自らの頭もキャンバスに打ちつけている。石田なんとかしたいという気持ちなんですがね。また腕に行きましたね。腕を絡めていきます。シャオリン
大石はその腕を殴っていきます。石田本当すごくよく耐えてるんですけど、シャオリンの動きに間がないっていうんですか、ね、何か石田がすればまたそこに対してベストな対応をしていくという。タイトルですね。スリーパーホールドは防いでいます。シャオリンは待ってればいいんですよね。石田が動くの、石田がミスするのを待てばいいだけなんですよね。さあ押しでシャオリンの顔面を狙いますが、でも、石田はまだ、ね、死んでないし、こっからですからね、彼の進歩調は。石田はとにかく怪我から復帰して現在戻れないですか。後ろに戻った。いや調子を上げてきていた石田ですが、インサイドになれないですか。崩れて十字行ってくれればまだなんですけど、まあ本当に先ほど話しましたけど、コンピューターがそうバック回るように指令したんでしょうね。いや十字でもいいかなと思ったんですけどね。普通石田のまあロールっていうんですか、あれすると普通バックついてくるんですよね。ここで第1ラウンド終了です。いや全く涼しい顔で自分のコーナーに帰っていきます、シャーリン。さすが世界チャンピオンですね。さあ石田光弘は世界ウェルター級の9位、環太平洋では8位ランキングされています。この大きなチャンス、なんとか石田光弘の戦いを見せつけたい、シャオリンに刻みたい。さあスタンドから大ハイキックを見せた、入っていく。これできるということを見せるのは大事ですよね。でも左も見るんですね。ハードしてます。ミドル、なんかこれはもうなんか天性のものでしょうね。シャオリンの打撃というのはやはりこう少しずつ進化している感じ。打撃とか云々じゃなくて、僕はもうね、危機感に対する自分が危機的状況に対することへの対処っていうのが、彼はやっぱり人一倍持ってる人なんだと。石田がなかなか入っていきません。転倒をかけながら蹴りを出せるか。本当詰め将棋のような充実であろうと思う、詰め将棋のようなそういう戦いギリギリのところをこなしてきた選手だからこそですよね。そのまま打撃が怖くない気持ちを持ってるんで、ヒベイルーだけ残念ですけどね。非常に残念ですね。自らの名前をタトゥーにあつらえましたが、こうなると石田が攻めるところですから、もうインドしかない感じになってくるんですよね。そうすると今度インナーは引き際にタックル入ってこられるんで、しかも読んでますよね。そのローのカースですし、その次ですよね。おお、ここはどうしようか。カールの画面を捉えて石田のパンチ。石田とすればこの打撃でなんとか活路を生み出せますかね。やっぱりタックルかなり警戒すると思うんですよ ね。だから入りながら片足これですね。そして倒していきます。石田も懸命になんとかしようという形はあるんですが、そうですね、入るとしたら両者とも片足タックルだと思ったんですけれども、はい、ちょっと先にやられちゃいましたね、片足で。さあここからまた足を出してきたシャオリン。ここでスイッチに行きたいんですけども、足抱えられてるんでいけないんですね。レスリング力には定評があります石田、しかしそれが抑え込まれている。側頭部を狙う、いい攻撃だと思うんですけどね。今度は首に手を巻いた。これがレスリングをしっかりやってる、ブラジルのレスリングのチャンピオンもあるんですよね、シャオリンは。おお、ボディボディ、足立たない方がいいですよ。立つと膝きますからね。さあボディボディ、この体勢で石田がボディを打っていきました。今戦術を利用するっていうのもそれはまっとうな手段ですからね。さあ石田の右から、ね、まず腕を殺されないように、左の腕殺されないようにした方がですね、ガブられないようにして、なんとか入っていこうという胸を合わせた。石田を出した、いいですね。そしてタック倒せる、いや抜けました。距離を取ります、石田。いいですね、これ一度また冷静なので、石田は本当にいい攻めしてると思いますよ、はい。このいいところを全てシャオリンが殺していると、受け止めてしまうよね。懐深いですね、やっぱり。下前蹴りを見せました。普通片足タックルは決まると思うんですけどね。下のタックル倒せ、下倒せ、回っていった方がいいですね。
さあ回れる返した上から潰すシャオリン反対ですね左回りですねさあ足首のあたりにも手を伸ばしますなんとか倒せるか体伸ばしちゃったらダメですよ頭上げていってさあ体を寄せていきますシャオリンからテイクダウンを抜いて頭抜けたらバッどうかシャオリンが背中をつけるかまだまだだいや一気に後ろに回ろうとしている腕を頭上でいってますよそうですね石田の左腕狙ってますかなり石田がチャンスだったんですけどねポジション的にはうそうですねちょっと頭突っ込んで防ぎましたねさあしかしここはシャオリンが肩をつけました殴りたい奥際内側に戻されますさあ石田が上だ殴りたいですね殴っておきたい石田はパウンドからの KO もありますしかし逃れていく今ちょっとラバーガードになりましたね、シャオリン肩口に足を三角化シャオリンが来るこの右手の使い方相手の手を引いて足をかけようとしておジャンプ危ないですよ今危ないですよさあ石田ここで第2ラウンドは終了です石田あれ十字気をつけないといけないですよねさあ第2ラウンドありましたいやしかし、まあ、川尻の方も石田にいろんなアドバイスをしてるんですが3ラウンドは大きな声を出しました石田光弘己の戦いをこのファイナルで全うするだけもう5分間動き続けることですね一つ握手を交わした両者攻め続けないともう勝てないですからね第7代の世界ウェルター級チャンピオン尾藤シャオリン・ヒベイロに石田がどこまで戦い切れるかさあ入っていく入っていく連続攻撃よしさあ真打ちをつかせたここからだここを しっかり引きつけたいですね川尻も見ているいやガブられる立ち際気をつけた方がいいですよさあ立ち際だ、うん、レスリングショー刺してますからね石田はもうあと一発何か大きいのが出ればこれ両方刺してますからね、うん、さあ何を持っていけるか足を踏んでもろ差しになってるんですけど不安定な感じですよね、うん、もう首投げ投げれるんじゃないかっていうシャオリンの方は足を取りますそしてバランスを崩すあ膝ちょっと効いたんじゃないですか今石田のボディに入りましたそして後ろに回ってパウンドちょっと石田動きが止まりましたよねそして腕を巻く連続攻撃今度はシャオリンそしてバックに入ろうというところさあ石田頑張れ足をこじ入れますこれが世界一流の技山だと思いますねここしのげはまだですけどもこのプレッシャーですからシャオリンが来たぞ石田の首首を取りに来たさあ3ラウンド決めに来ています常にその決める姿勢を失わない伊藤シャオリン・ヒベイロ2003年12月14日東京ベイ NK ホールにおいてヨアキム・ハンセンから一本勝ちで王座を奪取いたしました第7代の世界ベルト級チャンピオンに輝いています十字気をつけないと首かられると倒したが十字に来るか石田の 右で大丈夫かさあいいですよこのまま殴って、うん、さあ殴れ石田殴れカージの声も飛んでいます、うん、足を絡めていこうというシャオリン、うん、左右のパンチだちょっと嫌がってるんじゃないですかシャオリン石田の大きなパンチさあ左うわここのこの足を入れさせたくないですよね脇に手首を掴んでますそしてまたバック回ろうとしましたね後ろへそして右腕危ないおお返されたすごいこれはどうしたんでしょうすり抜けてきましたです一気にサイドこんな瞬発力がまだ残ってるっていうこと自体が瞬発力だけじゃなくて技術のある瞬発力ですよね完全に石田が上下逆にされました石田君はあそこでああいう動きした選手今まで対戦相手にいなかったと思いますよこの3ラウンドになってさあ石田がフロントスリーパーの体勢ですがどうでしょうか
力を込めますが取れました。首気をつけたいですね。この後石田が首を気をつけたいですよ、固められないように。これがシャオリンの必殺技、肩固めもあります。いやいや、シャオリンも動きが緩慢になってるとは思うんですよね。肩下くる、これは足が届かない。あ、スピニングチョーク、あー前から入っている。もうスピニングチョークだ。あ、肘で肘立つのはダメですよ。さあ、なんとか隙間を作れ石田。シャオリンが狙っていきます。流行の技を使ってきた。スピニングチョークかどうか、喉元は大丈夫ですね。大丈夫ですね。組み替えれてないですよね、手を。うん、そのまま脇の下に通ったものです。完全ではありません。しかし出してきますね、引き出しから。シャオリンが。頭抜いて立ちたいな。さあ下、残り時間が気になるぞ。バックに回っていこう、シャオリン。必死でいる。ああ、また落とされた。ここは首より腕の方が良かったかもしれないですね。さあ、もう一度潜り込もうという下。最後の力を振り絞れ。よくしっくバタフライしてるんですけどね。あ、抑えます。シャオリン抑える。石田の手の内、石田の手を次々に潰していきます。また仕掛けてますね、はい、そしてまたスピニングチョークですか。これはあの腕がどう組めてるのかちょっと見えない、はい、ちょっと組めてないんですね。ただ、はい、時間は過ぎていきますからね。石田一発逆転はないのか。またバック立って迎え合いたいですね。ここで試合終了です。石田力つきました。強いですね。悠々と自らのコーナーに引き上げた尾藤シャオリン・ヒメイロ。やはり判定は尾藤シャオリン・ヒメイロ圧勝という形です。まあ、あの文句ない勝ちだと思うんですけど、はい、あのやっぱり石田の頑張りっていうのは僕は、称えたいと思います。最後まで諦めませんでした。それにいたしましてもその強さをこのハワイでも見せつけました尾藤シャオリン・ヒメイロ。盤石です。